炭水車、炭水車、炭水車、テンダーとは、蒸気機関車が使用する燃料や水を積載した車両。車両によって、大小様々だが、通常上部に、燃料、石炭や、滝に、重油を積み、下部に水槽がある。これを装備した機関車を、テンダー機関車という。テンダーと呼ぶ場合特に炭水に限らず水槽車でも、重油車でもテンダーである。 対して、水田ともに本体に積むのが、タンク機関車である、レ四シ11系。また、蒸気機関によって、羽車を駆動する、ロータリー式除雪車、レ雪ユキ300系、後と2機600系1923から1975年、や、クレーンを駆動するミサオ重車、ソニ千九1928から1966年、 ソ3九1 9 3 6から1986年のような動力に燃料が必要な事業用化車にも連結された。日本の蒸気機関車において、炭水車は石炭など燃料と水の積載量で区分され、12から17型といえば、石炭12トン、水17立方メートルの積載が可能であることを示す。他には、五から十0 k から十三型、 8から2 0系、10から2 0系、10から2 2二10から25型などがあり、末尾に A で始まるアルファベットで製造区分が付される。d 5 2九1943年に自動給短期、メカニカルストーカーの装備が試みられたが果たせず、戦後 C62 型で初めて正式に使用され装備車には、型番に S が付された、010から 22S 型。 鉄道員時代のものは、容量プレートの表示単位がフィート尺のみであり、淡水の区別はなく、土壌法の改正、1二十一年以後の申請や改装時からメートル法表示となる。機関車及び動力を持つ事業者と対応なし通常、固定編成となるが、運行距離や勾配など先駆と仕業の条件によって、通常より大型の水槽が必要となる場合や、 機関車の旧車、廃車によって余剰車となり、振り替えが行われた場合、新生児とは異なる組み合わせとなる。単純に容量を増すため車体を延長し車高を増しても、重量と軌道の問題に加え転車台に乗らなくなるなど、設備問題のため運用上そうはいかない。振り替えられた淡水車のナンバープレートも機関車に揃えて変わるため外観上の判別は難しく、打刻や、 検査履歴などで振り替えを調べることになる。一見同じような一様に黒い直方体であるが、車体長だけでなく、リベット組み立てと溶接構造、側面から見て炭鉱が濃い上円両肩の切り欠きの形状、炭鉱の側板がかさ上げされ、炭鉱と水槽溶石の比率が割っている、配管、台車、微灯、更新事前消灯、クレーン釣り金具などに、個々の際が見られる。 また、C55 系二次車など流線系の機関車に合わせて、上部をカバーで覆ったもの、C56 型に見られる更新時の視界確保の、必要から両側を大きく切り替えたもの、資材を切り詰め代用材を用いた、戦時設計、それから発展した無台枠、プランクレスの船底型のように、基本形状にもいくつかの分類がある。淡水車は、他社との振り替え以外にも製造後に、 様々な改造を受けることがあり、石炭搭載量を増やすタンクの拡大、DC62-38、運転環境の改善や、牽引定数向上などを目的とした重油タンク、D51-427 や、自動給炭装置の追加装備、主に入れ替え作業や、逆行運転で使用される機関車で施されたタンクと、水槽量側の切り欠き改造を、構内用9600型に見られる。 突型の背面になるなどが代表的な例である。テンダー、テンダーという語そのものは蒸気用炭水車に限定されない。機関の動力を支援したり伝達して主力機の G に連結する、総じてホーム車といえる役割を持つ、貨車全般を指している。増欠用水槽車や燃料車、ディーゼル機の換急車なども含む。燃油を後方、水を前方に排した。 半円筒タンク車、クジラの背、亀の甲、ローフ、塊と呼ばれる、サザンパシフィック鉄道など、除雪板を付けたほぼ、バンダマイナスビルド型のディーゼル用油焦げ車などが、残存している、クリーピー鉄道。イギリスの東北部では、1960年代に、ブレーキテンダーが導入されていた、牽引力工場により、列車重量の増す一方で、 軽量化されたディーゼル機関車の制動力を増すため、機関車前方に1両から2両で無害者が使用された。機関車と連動する自動ブレーキを備え、補充による制動力増加のため35半から37半 T の鋼鉄くずを積んでいる。東北部の産地で下りの制動力を求めたものだが、後に南部でも運用された際は機関車の後方に配置された。 ペンシルバニア鉄道 PRR に代表される長距離オテンダー。すっぽりとくるんだ外装と支える四軸プラス四軸が強し通るな印象。42.5トン、19200ガロンの 180P-84 系。連結車は T1 型など流線型でなお残す。 用 250p-84 型24トンから24,230ガロンのほか、アッチソン・トピカサンタフェ鉄道、AT&SF の随伴のものでは、重油7000ガロン水24,500ガロンを積載した。ユニオン・パシフィック鉄道の大型規制ビッグボーイに随伴する。また同じくアメリカン・ロコモティブ、アルコ製のチャレンジャー型、フェフ系列など、 大型機と組まれる。大容積を支え手機の高速運転に従うため7、軸14輪を備える。驚異的なのは、区体よりも名前の由来である、大車運で、最前列に軸ボギー4輪が、旋回横動するのに続き、固定の後方5軸が、曲線に沿うため次に、大枠内の横稼働により追従していく点にある。容量は28から90に相当する。 外箱の構造とうちの純円筒タンクによるペデスタルフレームである。25C-1、25000ガロン円筒型と 25C-2 以降で形状がやや異なる。鉄道の孫であり、発明家としても鳴らしたバンダービルト3世が発案したシリンドリカル円筒車のテンダー。出場タンクの機関車側に箱状のタンクがある。 淡水だけでなく重油平年のためにオイルタンクを備えた炭油車としても容量は劣るが、円筒系タンクの強度と箱型に比べ軽量安価な構造から長さに余裕があるアメリカ大陸の大型高速蒸気に採用された。南アフリカ国鉄25系ヘンシェルウント造成1950から1992年。 滑水の厳しい南アフリカの乾燥地帯のさらに、高原を走破するため、排出した蒸気を再循環する装備、コンデンシングを淡水に備えている。水槽容量40トン、1万500ガロン3、軸ボギーの NC 型に、複水器を乗せた C 型は、容量20トンながら、タービンファンを積むため車両長は18メートルに及び、 水消費を40%に抑えるのと引き換えに700馬力を損失するが、機関車はなおも 110kmH を保つ。なお鉄道産業局3920系のコンデンシングは、複水装置とは異なる。ヘンシェル運とゾーン性1バイト 2T161926 から1927から1960年。 この車両は上述の複水タービンの前身の一つであるドイツ国鉄用の複水淡水車だがタービン駆動の動輪を持ち補機能力も持つ更新タービンも備えたが機能には不十分なまま使用に至らず更新は本機側の動力のみによる三機の送風タービンを回し新中間に噴霧した水による空冷で熱交換器を通った蒸気は総圧と業種で水に戻り脱油フィルタで 越されてから水槽へ循環する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。